スイ生が日本時間の間もなく午後11時ごろをお伝えします。皆さんこんばんは。1350やたろう、一文字やたろうです。3927北村さゆみです、今日はあの久しぶりの太陽が出ましてですね、とても暑かった一日でございますけども、ムシムシでした、皆さんはいかがお過ごしでございましょうか。こんなに暑くてですね、ケーティヘルニアは痛いというのに食欲はなぜ収まらないんでしょうね。なんでなんですかね。食べますね、あの自分でも不思議に思うんですけど、こんだけあのダイエットのこと詳しい人ほど太ってるよねね、ダイエット詳しい人ほど太ってるっていうのはもうこれは大きな世の中の矛盾だと思うんでありますが、まあ今日ねちょっといろいろね大変なことがいろいろありまして、ステッカーの当選者発表とヘルニアンズの狩歌が秀樹と声力を届けました。やっほー、ヒュー、素晴らしい。早いですね。早いですね。秀樹と声力どうもありがとうございました。今日はチラリと皆さんにこのヘルニアンズの仮歌をお聞かせすることができるかもしれないかもしれないかもしれない。どうでしょうか。お楽しみね。Maybe perhaps。まあ、ともかく聞けばわかると、お楽しみ待っていていただきたいと思います。それからちょっと前までユ、ーストリームやってましたけども、あの、ハブちゃんも今日はクレに帰ってきたそうでございまして、レンガ通りやライブバー花クラブでですね、震災復興支援を目的としたチャリティーイベントちっぽけな歌が開催されました。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、私も仙台あたりに行くことを決めました。おー、とうとう、まあ、別に拍手することでもないですけどもね、はい、横山アナウンサーに触発されまして、とりあえずちょっと行ってこようと思いますので、それはまた後ほど、後ほどというかまた後日、詳細はお伝えしたいと思いますが、まあそんなこんなでございまして、今週はあれですよ皆さん、ユーストリーム今日初めての人も結構来てくれてますけど、ありがとうございます。最後までちょっとお付き合いいただきよろしくお願いします。聞きたいと思いますが、今週木曜日は皆既月食がありまして、沖縄タイムズがなんとユースト中継してくれました。はーい、先週木曜日ですね。先週木曜日ですね。ちょっと見てみる写真、こんな感じ。ちょっと見てみたいですね。これがあの皆既月食の様子を沖縄タイムズがユースト中継しまして、まあ西日本の各地で本来ならば観測できたんですけども、その日はあいにくのお天気で広島まめでございまして、でもこれ6万件のアクセスがあったんですよね。ねえ、だからさ、俺らもずっと皆既月食流しとけばいいんじゃない。あーその間喋っとくんですかそしたら6万件ぐらい増えるんじゃないかと思う。でもすごいですよね、かなりの、ね、これでもね、皆既月食といってもあの地球の漏れたあの明かりが月の方に映るんで、こんな風にちょっとなんていうんですかね、何色って言うんだっけ、赤銅色みたいにこうなるところが特徴でございました。こういう神秘的な映像を皆さんにご覧いただきながら、特世間の話題をたっぷりとお送りさせていただきたいと思います、スイートルネッサンス番組なんで、今夜も書き込みよろぴく。ついつい生出し広島ラジオ、この番組はユーストで広島が世界とインタラクション、広島市西区大芝バルコムユーストスタジオからお送りします。まあ本当にあの皆既月食があったりとかする神秘的なことなんですけども、しかしなんでトドリキで勝てないかね、サンフレッチェはこれもなんかもう考えた方がいいんじゃないかね、なんかもう囚われてる感じがしますよね。する勝てないって魔物が住んでる、うん、魔物どころじゃないね、ドラえもんが住んでるねドラえもんがどうしてるんですかなんかちょっとサンフレッチェも頑張っていただきたいと思いますが、カープはまだちょっと試合がないんでですね、カープファンはちょっと休憩でございまして、週末からですね、週末からですね、しかし本当に交流戦弱いね、カープ ね、まあ、最後勝ったから良かったかなっていう、最後勝ってまだ良かったかな、まあね、まあ福井投手に勝っ、まあ福井投手勝っていいんだけども、ねえ、なんとかしたよね本当に ね、その前の日見に行ってたんですよ、あ、雨の
前の日負けた日じゃない、はい、ジオが早々と降板した日じゃない、そうですそうです、あの広島帰ってきたからってそんなに打たなくてもみたいな、ねはい、なになに一文字さん後ろ後ろってどういうこと、神秘的なことが起こってるの、ちょっとみんなやめてよそれちょっとさ怖いこと言うの、言っとくけど俺怖がりだからね、そうですよ怖いんですか、本当お願いします、トイレ行っても2回ぐらい後ろ向くもん、はい、そうなんですか本当にお願いしますよさあそういうわけでバルコムユーストスタジオ西区の大島でございますが、お送りしておりますついなまでございまして、今夜もこれ好き広島のクーポン券プレゼントがあります、はい、チャンスは今聞いてくれてる視聴者のみんな全員にあります、ソーシャルストリームについなまが書き込むツイートをリツイートしてください、公式リツイート非公式リツイートどちらでも結構でございます、1回リツイートすればプレゼントは応募完了ということになっております、今夜のプレゼントはクーポン券こちら、イエイ、今夜は広島電鉄八丁堀電停から徒歩2分広島市中区堀川町元祖せいろ蒸ししゃぶしゃぶのお店でございまして、蒸し茶屋でございます、蒸し茶屋自然の中でナチュラルフードというお店の名前でございました、私も2回ぐらい行ったことあるんですね、せいろ蒸しスペシャルコースで、はい、プラス2時間飲み放題のクーポン券、おおすごい、ペアでございます、はい、過去最高値をつけた値段ですねこれね、はい、金額でございます、1万5000円分の食事券をプレゼントさせていただきます、食材の旨味や香り、うん、栄養価を損なわずヘルシーに蒸し料理でございますからね、ヘルシーに、蒸ししゃぶでございまして、今回のコースは特選黒毛の広島和牛、旬の魚介、山菜など山の幸もご用意ということで、お部屋は掘りごたつ式のくつろぎ空間でございますので、まああのこれが当たったらね、はい、取引先の接待とかね、おいいですね、いいですね、あと一文字を接待するとかね、あいいですね、ちょっとね二人でムシムシしながらですねまあ、デートでも結構でございますし、まあそれからあと何がいいですかね、同窓会で夏ね、うん、同窓会でちょっとねあの焼けぼっくいっていうんですか、昔の、ね、昔のなんか付き合ってた人ともう一回みたいな時にちょっとムシムシしてみるのもいいんじゃないかと思います、そういうムシムシですね、はい、さあそれじゃあ皆さんプレゼントが欲しい方はリツイートしていただきたいと思います、ついなまのツイートはこちらドン、はい出ました出ましたね、これは皆さんリツイートしていただければ OK でございますんで、リツイートしてください、わー飲み放題1万5000円、すごいすごいでしょ、すごいですよねこれ、これすごいですよ、ヒロさん70ならぜひリツイートしていただきたいと思います、7月の31日まで使います、あ、はい、同窓会ちょっと8月だなね、ちょっと期間が短いですね今回 ね、6月13日から7月の31日まで使える、はい、ということになってます、食べたい痩せるかな、食べたら痩せない確かにね、確かにそう、それは私も分かってるんですけど、はい、でも蒸し料理だからヘルシー間違いないですから、 そこまでカロリー心配することないと思います、うん、野菜もたっぷりでございますね、はい、だってあなたあれですよ、広島和牛でございますので、ぜひ皆さんこれはもらっていただきたいと思います、さあリツイートしていただきましたかね、していただきました、皆さんしてくださいよ、初めての人分かるやり方、そっかリツイートしてもらえればいいんですよね、今ねついなまっていう、うん、アットマークついなま の出したものをそのまま、そうですよ、そうですよ、もう一回出そうか、もう一回出そうか、もう一回出せる、もう一回出そうか、じゃあこれをツイートリツイートしてくださいドン、ちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってください、ずっと好きだったんだぜ、そうだね、ゆうだだね、本当にね、斉藤和義さんセットストック来るからね、みんなセットストック行こうね、そうですね、ここしっぽりと過ごせますよねって知ってるの、ビッキー42行ったことあるんですね、はい、今出ました、これを、リツイートしていただければ OK でございますんで、はい、ぜひリツイートしてください、一回リツイートしてくれればもうあのプレゼントの応募は完了ということになっております、当選者は、番組の最後で発表する予定となっておりますので、番組最後まで聞いていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします、お願いします、飲みまくるよねえ、あ、飲み放題だからね、そうそう、2時間飲み放題だからね、でも1万5000円でペアで飲み放題でこんだけ食べ物もついてるってのは本当豪華ですよね、豪華ですよ、だって本当豪華ですよ、ぜひ皆さんあのプレゼント応募していただきたいと思います、さあそして今日やらなきゃいけないことがね、はい、たくさんあるの？いっぱいいっぱいいっぱいあるのよ、うん、そうそう、あのこれね全然応募してない人はこれからの人時は全然楽しくないかもしれないんですけどまたね、また、はい、また応募できますんで、あのこれからの人時はちょっとこれまでのあのなんていうんですかね、ステッカープレゼントキャンペーンのことを発表しますんで、じっくりと聞いてください、
メルアド宅配便でついなまステッカープレゼントキャンペーン当選発表サイトの発表イエイ。あまりあのタイトルコールをするとですね、ケイティの5番6番が響いてですね、声がねこう響いてですよね、左腕がしびれるっていうのがありますけども、はじめましてこんばんは 44TKI さんこんばんは、1さんこんばんは、どうもどうもどうもよろしくお願いします、どうもどうもどうもこんばんは、最後まで付き合ってね、あの 44TK1 さんは応募してないかもしれないね、そうですね、最後まで聞いてたらもう一回応募できるんでよろしくお願いします、はい、お願いします。これどういうことかというと、ツイ生でステッカーを作ろうということで、半年前にデザインを募集しました、ね、でデザインはできたんですけども、よく考えたらそのステッカー作った時に、はい、どうやってみんなに届けたらいいってことになりました。そう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 、いろんな、ね、考えも浮かんだんですけど ね、あの、はい、中央公園に置いとくんで取りに来いとかね、あの祖豪の階段のところに置いとくんで、はい、取りに来いとか、ね、結構無謀な考えばっかり私いろんなこと考えたんですけど、はい、これどういうことかというと、みんなはさ、ここにアカウントってあるじゃないね、例えばドッグウェアーズキャンディーとかさ、はい、SGKQ とかねあるよね、はい、で本名を例えば私たちに伝えるのが嫌な場合があるじゃない、住所もね、住所もね、そこはちょっと勘弁してっていう人がいるじゃない、はい、そういう人のためにすごいいいメルアド宅配便というのがあって、今回そことコラボすることができたわけですよ。はい、わかる？できたんです。そういうことなのよ。だからこのかやこさんのステッカーを、プレゼントしようということで、メルアド宅配便を皆さん、なんですかね、フォローしてもらって、フォローして応募するとステッカーがもらえて、メルアド宅配便で皆さんのところに、ステッカーが届くということで、今日はその当選発表のサイトを発表して、どうやってみんなの家にステッカーが届くかを今からやりますんで、よく見てください、はい、いいですか？分かった、一文字の優秀詩。そう、みんなでやってみようと、今から。大丈夫、うん、大丈夫ね。じゃあ、今からやりますよ。かよこさんがこれデザインしてくれたんですけども、はい、で、いきますよ。みんなが作ったステッカーをプレゼントします。まずは、当選発表サイトのアドレスを今からツイ生が書き込みますので、応募した人はそこにアクセスしてください。ドン。はい、今出てくるはずです。出てきたかな。いいですか。当選発表サイトというのがあります。そのアドレスを今から書き込みますので、ツイ生がそこをアクセスしてください。はい、もし出てこない場合は、うん、ハッシュタグで出していただいて、ツイッターの別の画面で出して、ツイ生で出してみてください。あ、ソーシャルの上に出ましたね。ソーシャルの上に出ましたね、はい、出ました、出てます。ソーシャルの上に出てますね。はい、ヨッシー竹市さん応募してないよね。あとで応募できるんで、ちょっと待って聞いててよ、とにかくね、また次の次の時もこうやってね、同じように見ることができるんで、いいですか。はい、アクセスした、したした、しました、しました、したら黄色い四角のボタンがあるよね、真ん中に。まずメルアド宅配便が出たよね。はい、出たね、画面ね、アクセスしたら。で、黄色の四角のボタンがあるよね、下の方に出してみてください。下の方にね、はい、そこに4文字の熟語書いてあるの分かる？はい、なんて書いてあるでしょう。なんて書いてある？七転び八起きじゃないよ当選確認って書いてありますね。はい、確認しました、ありました、ここあるね、はい、そこをクリックしてください。イエイ、イエイ。どうだ、下？はい、したら、ツイッターアプリケーション認証のウィンドウが開いた？はい、開いた？開きましたでしょうか。出ない人はここをクリックっていうところがあるんで、ここをクリックしてください。そうすると、アプリを認証というのが出ますんで、ここをクリックするとね、はい、でアプリ認証っていうのが出たら、アプリを認証をクリックしてください。はい、ユーストに入るときと同じような感じですね。そうです、そうです、はい、出た？そうすると当選結果が表示されます。当選のあなたはおめでとう。おめでとうございます。あります。黄色の四角のボタンで次へをクリックすればいいんですけど、はい、当選しなかったっていう人は何らかの手違いがあります。そうなんだだから、あ、よっしゃ当選したって来ましたね。よっしゃ当選したって来たね。アイコンが出んって来てるよ、シノキャンディ。アイコンが出ん、何のアイコンが出んのんだろう。あ、自分のアイコンか。あ、
当選、あ、当選来たね、はい、アントハーブ当選ね、出た出た、オッケーオッケー。で、で、あの外れたっていう人は何らかの手違いがあるんで、申し込んだのに外れたっていう人は例えばメルアド宅配便をフォローしてないとか、うんうん、そういうことが考えられるんで、はい、もう一回ツイ生に言ってください。よろしくお願いします、ね、で、次へをクリックすると利用規約や お客様の個人情報の取り扱いについての同意画面が出るんで、はい、信じて同意してください。信じて同意してくださいいいですねそれ、そこ同意しなかったら、はい、もう何にもならないで、遅れないんで、よろしくお願いします。同意してください。そうするとみんなこれ一回なんかやったら分かると思うんですけど、楽天とかアマゾンとかね、自分の個人情報を書くところがあります。はい、そこに皆さんの住所とか名前とか個人情報を書いてください。で、これは私たちには分かりません。そうなんですよ、メルアド宅配便止まりですっていう言い方が正しいから ね、だから安心してください。別に私たちがあなた の, あれですよ、住所とあれ知ってストーカーしようとかそんなことは思いませんけども、何にもないですから。個人情報はちゃんと守られておりますんで安心していただきたいと思います。あ、次々来てる ね、きっと全員当選かと言わないでよそうね、だから、言ったことをちゃんと、やってなかったりした場合にちょっと危なかったりするんだよ。そう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 、っていうだけなので、数はたくさんありますので大丈夫でございます。分かりにくいところもあったと思うので、ステファンパパおめでとうございます、当選でございます。あ、みんな当選当選、来た来た、嬉しいね、はい、遠藤23当選してありがとうございます。やった RRB と、うん、右京さもんじゃ当たった、あ、よかったよかった、立川じゃないですよ、一応ね、ギャグもこういうふうに書き込んでくれてねいいね、外れたっていう人来たよ、ばっくりっていう方いらっしゃいますね。ストーンマン ULC 外れた、コイミルさんかな、コイミルさんも、うん、外れた人はね、メルワード宅配便をフォローしてなかったりとかしてるのかもしれないですね。そうなんですよ、なのでちょっとサナサナさんはもう受け取りの手続きも完了、早いね、早いですね、早いね、うん、でここまでちゃんと個人情報を書いて確定するをクリックするとメルアド宅配便からステッカーが届くということになっております。こういう便利なものがあるんで、これから皆さんメルアド宅配便利用してください。使いまくりましょう。でもう一回言っときます、外れちゃったというあなたは、ツイ生宛てに再挑戦の意思を伝えてください。再挑戦ですね、もう一回お願いします。もう一回お願いします。それから、はい、今キャンペーンを知った、今日初めてこのユーストに来て今キャンペーンを知った、でなんかステッカー欲しいわ、ただだしっていう人は、はい、ツイ生宛てに欲しいあなたがとあなたがまでいるんですね、あなたがまでいります、必要ですね、ツイ生宛てに、はい、ね、竹内さん早く当選したいですっていうことなんで、ツイ生宛てに、なんていうんですか、あなたが欲しいと書いて希望を、言ってください。そうすると DM じゃなくてもいいんですか、送るのは、はい、DM じゃなくて結構でございますので送ってください。そうするとやり方をもう一回ツイ生から指導させていただくと、はい、そういうことになっておりますんで、いいですか、分かった、はい、結構時間使ったねこのコーナーね。でもこれメルアド宅配便便利でしょ皆さん。そうですね、なんかちょっと送りたいんだけどよく知ってるんだけど、うん、あだ名しか知らなかったり、うん、ネット上でしか仲良くなかったり、うん、住所でも今更聞くのもなとか思ったら、恥ずかしいよね、いいですよね、もう一文字にとってはこのメルアド宅配便っていうのはもうすごく嬉しい。例えば浴衣をここに送ってもらうとかね、あ、もうこれ完璧に嬉しいシステムですよ、あた本当そうですね、ということでですね、これ初めて聞いたっていう人もステッカー欲しかったらツイ生宛てにあなたが欲しいとですね叫んでいただければ、ね、やり方をお教えします、よろしくお願いします、はい、でこのメルワード宅配便というこのシステムで皆さんにステッカーがプレゼントするきっかけはツイ生が、孫さんにメールしたのかな、孫さんにツイートしましたね、孫さんにツイートしたんですよ、はい、でもうちょっとこうした方がいいですよっていう企画書を送ったんですよ。そうなんです、生意気にも、はい、怒られるかと思ったらソフトバンクフレームワークスの社長が何とかしなさいと部下に言ってくれて、そうなんです、その部下が本当に広島来たんだよね、はい、でお好み食って、うん、いつかやりましょうっていうことになって、ね、今日の流れがあるからみんな
ツイッターとかフェイスブックとかね、油断してたら何が起こるかわからないよ、本当に。もうだってあの返事が来た時っていうのね、すごく私たちタイムライン上で大盛り上がりしてましたからね。大盛り上がりですよ、今からうちの妻が浮気しますぐらいの大盛り上がりでした。どんなんですか、それぐらい盛り上がりましたから。すごい例えですね。あと800枚ぐらい残ってるのかなってプラレールから。意外に内情に詳しい。どんちゃん1919ヒャホイ当たったかね、ドッグウェアズキャンディ、いいシステムだね、いいシステムだと思いますよ、うん、そうだと思います、ね。皆さん当選したでしょうか、はい、よかったよかった、ね、家に来るのがもう楽しみ、ね、楽しみでございます。ステッカーがついたら、またねどこに貼ったかとかちょっと教えていただきたいと思いますので、そうですね。それからステッカー貼ってる人見たらちょっと気軽に声かけたいよね。いいですね、そういうのね。ツイナマ？あ、オタクツイナマ？いい。うちツイナマですみたいな、そんな会話が広島で。早ければ今月末には届くと思いますんで。なぜかというと、今工場でステッカー吸っておる。そうなんですね。メルアド宅配便はもう準備万端なんですが、はい、今工場でステッカー吸っておる。うん、あの職人が手作業で。こういう昔のね感じでって、しばらく待っていただきたいと思います。届いたらまた皆さんで盛大にステッカー貼っていただけたらと思います。じゃあ一曲聴いていただきましょう。ブレッツターフ、太陽キング。
わけでございまして、ブレイズスタッフの太陽キング聞いていただいてるうちにですね、あなたが欲しいというツイートを見ると、ちょっとなんかどんな番組やってるんだろうっていう気になりますね。本当にね、ドキドキしますね。今あのツイ生は仕事しておりますね、この番組が。はい、そうなんです。終わってからまた明日中にですね、ご返事しますんで、すぐリアルタイムで返事できないんでごめんなさいね。はい、あとあの質問来てましたね。これツイ生は郵送料とか払ってるんですかって、このメルアート配便に。それちょっと秘密でございまして、秘密にすることです。え、秘密ですよねこれね。ね、そうですよね。それは言えませんよね。ちょこちょこ言ってましたけどね、いろいろ。ヒントは、まあ、僕らに金はない。そうそうそう。ちょっと風パンさん寝落ち寸前ってやめてよ。こっからヘルニアンズの歌があるんだから、風パンさん。そうですよ、どこも行かないでください。風パンさん、ちょっと本当にパンツ履いて寝てくださいよ。そこお願いしますよ。さあ、そういうことでですね、いろいろあのこのメルアド宅配便というのは便利なシステムなんで、あの勘のいい人は分かると思うんですけど、はい、地域によってはとても安いですよ。そうなんですね。送料が一律変わりませんから、うん、それはね、担当者の人に聞きました。だからちょっとチェックしてみてください、よろしくお願いします。で私もね、実はね、はい、あのステッカーも多分当選してると思うんですけど、もう一つね、今週当選したことがありましてね、三原で配信してる郵送の番組で、高級クラブキャンディーアイという番組あるんですよ、はい、たまに一文字覗くんですけど、でなんか今週浴衣が当たったんですよ、一文字に。一文字さんに当たったんですか。当たったんですよ。で、レミニスさんにスカイプつないでみたいと思いますんで、お願いします。申し訳なくってさ、一文字が当たったらさ、びっくり。北海道に送るんだったらメルアド宅配便必須。やっぱそうだな。もしもーす。あ、一文字です、こんばんは。こんばんは。あ、こうやって話すのは久しぶりでございまして。お久しぶりです。お久しぶりです。考えたらあれだね、キャンディーアイでしたっけ、あのシノキャンディーさんに、はい、あの松本由美子に服をプレゼントしてもらって、もう1年経つんだもんね。あー、そうですね。ねえ、そうですね。ねえ、皆さんどういうことですか。ええ当選したから送りますっていうのを無視し続け。違う、無視してないのよ。あなたたちに、どんだけ無視。あなたたちの悪意が見え見えでからさ、これをこれをどんな女に着せるんだろうとかさ、そんなこと言われたらさ、女物だしさ、浴衣ってさ、俺がもらっても俺が着るわけにいかないでしょ。いや、でレミニスさんなんか俺になんて言ったと思う。お姉ちゃんの住所でいいですから。あそれは教えられないだろうと思って ねえ、今ね、前振りは、え、さっきの前振りはあれを使っておくれっていうことなんでしょ。あのメルアタクハイビン、そうそう、いやいや、ちゃんとあの教えますよ、住所。あ、今度 DM しますんで。で、違うの、そういうことじゃないの、俺が言いたいのは。俺がもらっていいのかっていう問題がその前にあって。あー、うん。な、ちょっと申し訳ないと思って。それはあの、公正なあの抽選の結果ですから。本当？みんな期待しとったしね。あら、まあ、じゃあ、本当にもらっていいんすか？はい、ぜひ。あ、じゃあ、ちゃんと本当にあの、私が、来てくれる女性探して、はい、着せて、写真とりあえず撮りますわ。おー、お願いします、ね、あの背中かあのうなじあたりをね。でそれをアップするというか。何言ってるんですか。多分でもその柄の浴衣を着た人はみんなに写真を撮られてツイッターに投稿される。あー、歩いたらね、その人が。そうね、公開してるんですもんね、どの浴衣かっていうの。そうそう、まあね、本当にね、レミニスさんは今ね、雑貨とか革製品とか扱ってますけど、うん、どうですか調子は。気が多いんで、そっちもおろそか、イベントもおろそか。イベントもやってる。あれこれやってるよね。震災の支援のイベントもやってるし、ね、いろいろ、忙しいじゃないですか、結構。ん、忙しいんかどうかは分からんけど、なんかまあごそごそしてます毎日。ああ、ごそごそね。でもそういうのがいいよね。はい、ね、あのシノキャンディーも元気ですか。元気元気 元気で。ここでもなんかいろいろ言おうけど。ここでと。そこにいらっしゃるんです。一緒にいるの。あ、いやいや、あのソーシャルの方で。あ、ソーシャルの方でね。そうよね、ソーシャルの方で。なんか三原は元気ですか。
三原、若干この間のね、話題で土曜夜市、うんうんうん、あれで少し週末はね、うん、盛り上がってはいるんでしょうけど、うんうん、そうかそうか、まだなんかちょっといろいろ寂しいですよね。寂しいね、ちょっとね、なんかね、そうそう、市役所の移転でも賛否両論あるみたいですしね。そうそう、なんかね、そうそう、うんうん、でもレミニスさんも面白いし、ユーストも面白いし、ちょっと頑張っていろいろまたつながっていきましょう。ありがとうございます、うん、じゃあ浴衣遠慮せずもらうわ。浴衣の柄はブラウンのやつですかね、トンボ柄のやつですかね。ブラウンのやつでトンボ柄、トンボ柄のやつよね。はい、ですよね。はい、了解です。お願いします。じゃあDM で、はい、住所送りますんで。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、失礼します。はい、すごいね、みんな書き込み。ツイナマガール大募集ね、えいろんなこと書いてありましたよ。どうですか、ツイナマガール、ツイナマガール、一文字の当たった浴衣を着てくれるツイナマガール大募集。いいですね、いいんじゃない。なんかもうでも募集かかってますよ、普通に。なになに、一文字さんから浴衣を受け取って街を歩きたい女性募集とか。すごいですね、これ。本当に返事とか来たらどうするんですかね。どうするんですかね。よくさ、昔さ、あ、思い出したわ、 11pm だったじゃんか、はいはい、CM 前に必ずなんか女性が出てませんでした。ね、そうなんだ。それをこの番組でもやるっていうのはどうですか。浴衣着てね、ここでカメラだけ映してね、 夏の間のね、夏の間ね、ちょっとなんか寝乱れ姿、寝乱れなきゃいけないなんか そういうのもちょっといいかなとちょっと思ったりしたんですけど、弥太郎さんの女装浴衣姿見たい部品、見たくない部品。それは見たくないでしょ、どう考えても。まあでもね、あれですよ、皆さんもキャンディーアイさんのユーストとかですね、キャンディーアイですね、ユースト番組で高級クラブキャンディーアイというユーストも三原から配信しておりますんで、はい、サイミさんが来たら問題ないじゃん。そうなのよ、それ一番最初に考えたんですけど、うん、それってやっぱり面白くないでしょ、展開的に。そう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 、ね、それってなんかデキレースっぽいでしょ、うん、そうなるとやっぱりね、決まってたっぽいですもんね、ねえと思ったんですよ。新規ユーザーが100名近く増えるんですから、ステッカーを無料で送ってもペイすると思います。これまたステッカーの話題です。ステッカーの話題ですね。はい、ちょっとね、今日ただゆくさん遅れてこられた、一文字さんの性癖が分かる女性大募集。俺の性癖は分からないと思いますよ。それ説明しないで。最近でもちょっと驚いたんですけど、AKB48 のジャケット、はい、ヘビーローテーションの、はい、あれって見て、あれはもう水着じゃないよね、あれ。はい。下着よね、あれ。うん、ほぼそんな感じですね。ほぼね、あれ見た時ちょっとなんか衝撃的でしたね。いや、それ別に性癖との関係ないんですけど。衝撃的でしたねって。衝撃的というか、なんかいいのかなと思いましたね。そんなね、ジャケットでいいのかなっていう感じですよね。そんなジャケットでいいのかなと思いましたけどもね。なんかいろんなこと考えますね、AKB48 ね。想像が広がる感じです。人数いるから想像がいっぱいできますよね。想像がいっぱいできますしね。まあおにゃんこと比べたりとかいろんなことがありますけども、まあまあそんなことで一応の性癖が分かる人はあまりいないと思いますんで、まあそこ浴衣着たいという人がいらっしゃったら、まあ適当につぶやいていただければ、そうですね、リプライさせていただきたい、はい、浴衣の柄を公開しましょう。これはレミニスさんの方に聞いていただければいいんじゃないかと思いますんで、あれはやばいというのは AKB48 のことですから、ね、どうなんでしょうか。だと思います。メルワード宅配便に登録できませんというのが来てますが、これは全角だからですかね、みんな半角でやってるからですかね。なんかね、そのあたりが難しいみたいなんですけど、症状ですね、症状ツイートしてください。はい、どんな風に登録できないかっていうのをちょっと教えてください。そしたらちょっと答えようがあるかもしれませんので、ねえ、ツイナマガール48っていいね、48歳のおばさん集めてですね。48ですか、引きまくり。ということでございまして、まあですね、さゆみちゃんと私がもうお送りしてるわけですけども、まあさゆみちゃんが浴衣着るのは、はい、ちょっとデキレースっぽいんで面白くないと言ったんですけども、まあなぜなら私たちはヘルニアンズというですねユニットを結成しておりましてですね、さゆみちゃんも頚椎ヘルニアで、私も頚椎ヘルニアで、はい、今も左腕がしびれてるっていう、そういう感じなんですけども、はい、ね、そういうのは皆さんがですね、ヘルニア、風パンがついなま変態ガールやりたい。
もう風パンさん面白すぎる。最高だね。ありがとうございます本当にね。風パンさん浴衣着て本当に嬉しいわ。で、あのヘルニアンズというのをですね、あのここの皆さんで名付けてもらって、そしたらヘルニアンズの歌を作ろうと1周年記念で、はい、ということになって一文字が作詞をして、まだ全部できてないんですけど、秀樹と五一に曲をつけてもらおうということになりました。まだ1番しか歌詞はできてないんですけども、とりあえずその詞を送ったら秀樹と五一が、曲をつけてくれて、うん、あの仮歌っていうんですか、仮に歌を入れたデモテープですね。それが今日届いたんですよ。ちょっと待ってください。プラレールから住所の欄は全角で入れないと怒られちゃいます。あ、住所は全角、電話番号は半角、はい、ハイフンなしです。これをあの、メルワード宅配便の時 の、 あの個人情報登録の時にはお守りいただきたいと思います、はい、家 の、 あの屋号とかもそうです ね、 全 角、 ね、全角で入れてください、はい、あ と、 と、うん、なんとかのなんとか の、 あ の、 のがあるじゃないですか、うん、あれもちょっとハイフンもちょっと大文字小文字をすごく気にするというか、あのちゃんとやらないといけないみたいです。あれどれが大文字か分かんないんですけどね。大文字わかりますよ。いや全国で入れるんですけど、うん、さっき私も何回か跳ねられてたんですよ、うん、何回かやってみてください。何回かやってみてください。まあ、とにかくそういうことです、そういうことですはい、そういうことです、そういうことです。畑健さんが変態に乗っかりたいっていうね。畑健さんね会社で見てるんじゃないですか。大丈夫ですか大丈夫ですか。で、あの何だったっけ、ヘルニアンズ、ヘルニアンズの歌を、はい、全角半角は間違えてないのに米印は必須項目です、番地は全角で入力してくださいというメッセージが出て、名前のところにカーソルを戻されます。番地は全角で入力しないといけないのよ。それは間違えてないのかな。さっきのあれでありましたけど、住所は全部全角でございますんで、はい、だからのとかなんかがちょっと半角だったらまずいね。全角でもう一回やってみてくださいどっからの音が流れたんでしょう今びっくりしましたね。スカイプが立ち上がった音でした、はい、畑健さんから、はい、移動のため落ちます、土曜日日曜日は大雨の恐れがあるので今後の情報に注意です。そうなの、また土日らしいです。はい、あとですね、あの浴衣の柄をアップしてくださいました。私もちょっと今あのコピーして書き込んだんで、うん、はい、繋いで見てもらったらどの浴衣か見れますなんでみんなそんな浴衣に反応するかなあ、すごいいいですね。うん、そうなの、はい、これブログの方が西門さんでしたっけ、三原の呉服のそこですから、とてもいい、いい浴衣ですよ、はい、これ長藤さんでしたっけ、なんかいいとこでございます、はい、あ、そうです、長藤さん、長藤さんですね、何の話だったけど、もうほらヘルニアンズの仮歌までなかなかたどり着かないんですけども、はい、で秀樹と五一がデモテープを送ってくれました。で今からね、はい、ちょっとだけみんなに聞いてもらいます。でこれはどういう伏線があるかというのをもう一回だけ喋らせて、このヘルニアンズの曲が完成したらさゆみちゃんをボーカルにしてコーラス隊を結成して振り付けもして、24時間ついなまがもしできた暁にはそこで発表しようという段取りでございます。まあ24時間できなくても8月のどこかでこのついなまヘルニアンズの歌は発表させていただきたいと思いますので、はい、あのコーラスやりたいとかダンスやりたいとかっていう人はすでに書き込みが多々あるんでございますけども、そういう人たちもだからちゃんと聞いてね、もしかしたら自分がコーラスしなきゃいけないかもしれないんでね、ちゃんと聞いてね全部は書けませんよ、ちょっとだけ聞いていただきます。ヘルニアンズの歌、車の場
テイストがちょっと残るようないいですね。いいんじゃないこれ。ちょっとみんな感想書き込んで感想。ヘルニアンズの歌、今のどう？どう今ベースが腰に来てる？ヘルニアの腰に来た？いいんじゃないこれ。いいですね。秀樹とこいち本当にごめんね。すぐまた何ですかね、腰のヘルニアの2番の歌詞とか3番の歌詞とか書いて送りますんで。いいんじゃない？ね、なんかこのコーラスいいですね。ここにチュッタデザイン昭和っぽい。昭和っぽい。いいんじゃないですかね、昭和っぽくって。うん、その感じがいいんだと思います。なんかあるね。終わりですか？ちょっと待ってください。ここからポイントです。最後最高ですよね、このあいたたた。あいたたたた。いいんじゃないですか、これ、ね。皆さんもしよかったら感想を書き込んでいただきたいと思います。それじゃあ、かけ、はい、たくさん来てます？行きましょうか。うん、読んで。80年代のアニメのエンディング曲みたい。おー、いいんじゃないですか。うん。ヘルニアになれそう。ヘルニアになれそう。ならなくていい。ならなくていい。本当に痛いから。楽器昭和な感じ、秀樹とこ一番いい感じ。サミさん若干私が歌ってるんじゃないんですよこれ、うんうんうん、はい違うんですよ。そう歌詞いいいいんじゃないですか。あとよく聞いてましたね、イントロのあのコキンって音なんですけど。そうなの。はい、あれミッキーさんがいいですねって、よく聞いてらっしゃいました。ありがとうございます、はい、さあこれで、まあもうすぐもう曲がここまで来たんで、あとはもうあれですよ、収録する時の費用を出してくれるスポンサー大募集。そうです。そこがポイントです。結構しますからね。まあまあいろんな困難を乗り越えながらですね、はい、なんとか曲を作っていこうと思いますんで、こうちゃんあいたたたたたあいたたた、まとまっている、さすが秀樹とこいち、運か、ね、すごいですよ。こうやってなんかみんなの力で重なり合っていくとなんかいけるね。しかもだって1ヶ月くらいですもんね、まあ、まだそういうもんだもんね。すごい。うん、ちょっと今後どうなるかですね、見守っていただきたいと思います。ヘルニアンズの歌ね、またコーラスとかダンス隊とかですね募集したいと思いますんで、はい、メイキングもですねもしできたら作りたいなと思ってますし、本当にレコーディングはちゃんと、ね、うん、収録しないといけないですね、これね。そうさゆみちゃんと誰を組ますかっていう問題もあるよね、まあ、秀樹とこいちももちろん入ってもらうとして、コーラス隊ね、コーラスもやっぱオーディションしたいよね。あどんなヘルニアですかっていうインタビューから始まるんですかね、やっぱり。歌唱じゃなくて、いや一応歌のうまさはいるだろう。ヘルニアで合格っていうわけにあれですから。ヘルニアのね、ね、あコーラスやりたらいいですよ、ぜひぜひ。ね、いっぱいいらっしゃるんですよ、うん、ヘルニアなったことがあるっていう方とか、うん、本当特に、うんうんうん、大丈夫ですよ、ぜひぜひ。そうなのよ、このレミニスさん、三原で仙人みたいな生態がいてヘルニアの人が治ったという噂があって、その生態がどこか知りたくて仕方ないんですけど、もし分かったらよろしくお願いします。本当ですよ、教えてください。青空大丈夫ですか？熱が出てるの、もうゆっくり休んでね、本当にね。それでそうなんですね、大丈夫ですか、ね、大丈夫ですか、ね、って結構あるんで、あんヘルニア、明日仕事中に口ずさんでしまうと、これでしょ、これちょっと口ずさんでしまうかもしれないね。それがいいんですよね、それがいいんですよ、これ、うん、できたら整形ずっと流してほしいね。ウォンツとか流してほしいね、ウォンツ ね大島のウォンツとかね、うん、ここ一番流してほしいです ね本当にお願いしたいと思いますけども、さあそういうわけで、今後が楽しみでヘルニアンズの歌でございました、はい、私たちは本当に秀樹とゴイチに感謝ということでございます。ありがとうございます。一曲聴いていただきましょうか。 Co&RHM でいけますか。フリーウェイ。
く晴れた日の朝、二度とない今日に全部ほったらかして行かせておくれ、この風に乗って、フリーウェイフリーウェイフリーウェイ、自由気ままに、できない明日ならせめてさ、あ、せめて好きなように生きてくわ、何も恐れることはないさ、歩き出した先にただ君の道があるだけ、雨上がりの海を日の光が照らせばまた道が見えるだろう、行かせておくれ、この波に乗って Freeway Freeway Freeway、 何も恐れずに Freeway Freeway Freeway、 生きたいように生きておいて、してあんた国はどこね、広島よね、法よねみたいなですね、広島は今住んでないけども広島出身という人に電話をつないでいろいろ話を聞こうと思っておりまして、さっき紹介した曲もあのあれですよ、こうちゃんとかも広島ですよ。そうですね、皆さん広島なんですよね。ハブちゃんも広島ですしね、はい、このもうあのツイートやってなんかあの広島のアーティストの方がですねたくさん東京でも頑張ってることを知ってるんですけども、今日今から電話つなぐ人も小だかりじゅんさんという方なんですけども、東京都中野区にいらっしゃいまして、はい、スカイプつなぎます。わらの友達らしいですよね。え、そうみたいですね。わらくんがさっきからいろいろつぶやいてくれてます、ありがとうございます。つながるかな、つながりました。もし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 、あ、一文字と申します、はじめまして、聞こえますか。ああ、まあ、あ、聞こえました。聞こえました、よかったよかった。小だかりじゅんさん。慣れてないんで。いえいえ、聞こえる？あら、聞こえる？はい、聞こえます。聞こえる？もしもーし。ちょっと時間差がありますね。あ、時間差がある。差がある？時間差があるよね。聞こえるかな？これ僕が悪いのでしょうか？僕が待って、もしもしって聞こえる？スカイプの方の、はい、聞こえます。はい、スカイプの方の音声で聞いてらっしゃいますか？あ、そうだね、スカイプのね音声で聞いた方がいいんだって。ラジオの音声を落としてスカイプの音声を上げて聞いていただいたら、あ、なるほど、 OK、 はい、なるほどですね。そうするとリアルタイムになると思うんですが、はい、すいません、あ、なった、やがった、すいません、押してるのに。改めて紹介しましょう、はい、小だかりじゅんさんでーす。
あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。広島生まれですよね。はい、めちゃめちゃ。東京に出てもうどのくらい？東京に出て3年になりますかね。あ、まだ3年ぐらいなんだ。まだ、まあさ、まあさ、まだ3年。まだ3年。もうなんか東京に行こうと思ったきっかけは？東京に思ったきっかけはですね、まあ一度大阪に出てたんですけど、うん、そこから一旦広島に戻って、で、うん、そこで諦めがつかず、うん、もうちょっと飛んでみました。それは諦めつかないっていうのは音楽やろうって。そうですね。おお、じゃあ大阪に行った時も音楽に関することやってて、あ、そうですね。で一旦広島戻ってもやっぱりやろうと。はい。それは一人でソロで。ソロでですね、広島でもソロでしたね。で東京出てユニット組んで解散して一人になりました。なんかユニット組んでる時はなんか CM ソングにも採用されたんだって？そうなんですよ、リクルートのタウンワークの CM に。うわ、でかいじゃん。すごい。なんですけどね。おお、なんもなかったですよね。そんな甘かないか。はい、で今はソロで。はい、ソロでチクチクや頑張ってます。うん、ライブハウス出たりとか。そうですね、あの、はい、やってますね。うん、なんか広島からもですね、ハブちゃんとかね、はい、いろいろみんな東京で頑張ってる人がいるんですけども、はい、そういうなんか、ハブちゃん、はい、ハブちゃんと一緒にやったことあるんですよ。あ、そうなんすか。はい。お、やっぱなんか広島同士仲いいんだ。僕ここでツイッターでやってて、あーと思って、ハブ知ってると思って。あ、そうなんだ。はい。多分向こうは覚えてないと思いますけど。ねえ、今はじゃあ小だかりさんは音楽やりながら、はい。はい、バイトしながらみたいな。そうですね。しんどいよね。確かにしんどいです、本当に。ね、東京は泊まると死んでしまいますね。あ、そう。泊まると泊まると泊まると死んでしまいます、あの動きを止めてしまうと。ああ、わか、ちょっとわかる気がする。ちょっとわかる気がする。まあ、分かりますね。うん、走り続けないといけないんだよね。そうなんです、すぐ借金になりますから。あ、ちょっとわかる気がするわ。そこが怖いですね。怖いよね。でこれがまたさ、夢っていうのはよくできたもんで、諦めるように仕向けるようなもんで、夢でお金儲けなかなかできないもんね。できないですよね。ねえ。そう。でもやりたい。そうですね、リスクはもう覚悟の上でやってるんで、うん、はい、まあしょうがないですよね。じゃあ小だかりさんが一番食べたいであろうラーメンの映像を見せてあげようか。小だかりさんが食べたいであろうこのラーメン。うお、覚えてますか？残ってるんですね。残ってますよ。結構短めで紹介されたからちょっとあれ。あなたが教えてくれたラーメンですよ、はい、これは本当美味しいんですよ。あ、そう、はい、わざわざ東京から食べに来た人もいるんですよ、これ。ね、どの辺にあるの、秋久屋の東の目印ないなんか。ですね、うん、自衛隊の、あ、近くに、うん、吉野家があります。自衛隊の近くに吉野家ある、あるあるある。そう、その、吉野家の近くってかですね、あ、確か目の前は、車のディーラーってなんかありましたね。中古屋さんかなんか。はい、ちっちゃな店？すごいちっちゃいですね。赤い屋根じゃないけども。へえ、行ってみるわ。はい。すごいボロボロですよ。もうね、食べたいでしょう。食べたいですよ。本当俺帰ったら本当に毎日行きますね。へえ。ね、はい、広島にはちょくちょく帰ってくるの？ああ、帰りますね。3回ぐらい。年に。年に3回ぐらいです。だってさ、東京から、そうか、夜行バスで帰るの、金なかったらなかなか帰れないよ。3回ですけど、全部新幹線で僕は帰ります。あ、偉いな、偉いな、僕も腰が痛くなるんですよ。ヘルニアズか、はい、バス乗ると腰がもうほんま壊れるんで、はい、ねえ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 、はい、音楽の方は今調子はどうですか？調子は、まあまあですかね、今のとこは。でも今からですね、ちょっと今からか。はい、やっぱ田舎だよな。頑張ってね。はい、頑張ります。ちょっとさ、切らないでね、はい、曲聴いていい？はい、はい、お願いします。しょ、紹介してもらっていい？はい、では、そうですね、これからのね、未来を担う子供たちに作った曲です。応援ソングですね。君こそがヒーロー、終わらない明日へです。こういう場合もあるという。この道はまだ
続いていくから、輝く空に夢を描いてゆこう。もしも涙で霞んだなら、その時は泣いてもいいんだ。それが強くする。俺たちの未来は海のように広がる。この胸の高鳴り忘れないでいてほしい。君こそがヒーロー。そして俺たち風を感じながら。小高里さん、はい、なんか結構純粋な歌じゃん。はい、そうですか、ありがとうございます。うん、頑張って。はい、頑張ります、ね、頑張ろうね。はい、たまに外から見た広島のことを思うとどうですか。いやー、本当に恋しい限りで。うん、まあね、東京で走り続けてね、ちょっと休みたくなったら広島帰ってきてね。はい、また海とか見てラーメン食ってね。そうですね、また東京行くっていうのもね。本当、海がないんでね、本当なかなかね。あ、はい、そうですよね。高いビルはいっぱいあるけどね、はい、そうですよ、もう人の海ですよ、本当こっちは。ああ、そうだねえ、なんかわらにメッセージないですか。わらにメッセージですか。早くユーストの使い方覚えて僕の曲流してほしいです。ああ、そっかそっかそっか。今 YouTube でもこれアップされてるんだよね。そうですね、 YouTube でアップされてます、ね、みんなも応援してあげてください。あ、お願いします。うん、今度いつ帰ってくるの。今度は、そうですね、お盆。もうすぐだね。そうですね、1ヶ月ちょいだね。はい、東京はどうですか、節電とかやっぱ今もしてますか。いや、半端ないですよ。ちょっとずつ半端なくなってきますね。あ、そうなんだ。はい、電車とか冷房ついてないですか。ああ、ね、今年どうなるんですかね。今年はね、夏はね、はい、うん、地下鉄で、はい、暗いんですか、地下鉄。暗い、いや、そうですね、中は、電車の中は、まあちょっと暗いですね。で、地下鉄とかでも、トンネルの中でもガンガンにドア開けてるんで、なんですか、地下鉄でドア開けるってすごいなって。そうだね。ねえねえ、はい、音楽の方はなんか予定ないんですか、この夏とか。そうですね、今音源制作をずっとやってて。あ、そうなんだ。はい、ユニットの時の CD しかないんで、うんうんうん、ソロのやつ、今ソロの曲作って、ね、はい、はい、頑張って。またできたら教えてくださいよ。はい、もうこの番組でよかったら流しますんで。あ、お願いします。ぜひ、うん、あ、でニコニコ動画の方にも、うん、ちょっとアップ動画アップしてるんで。あ、じゃあニコ動の方も皆さんチェックしてください、はいはい、そっち広島菜のソングもあるんで。そうなんだ、はい、勝手にPR ソング作って、それで広島ナッコはっていう書き込んでらっしゃる方がいらっしゃったんですね。そうなんだ、ちょっと聞いてみてください。わかりました。じゃあ三原のラーメン食べに帰ってきてね。はい、食べます。気をつけてね、体。はい、うん、大丈夫です。ありがとうございました。あ、どうもありがとうございました。皆さんありがとうございました。てつさん65からいい歌とかね、来てますね。声がすごい綺麗。ひろさん77、電気消えてますね、地下鉄。やっぱそうなんだね。そうなんだ。夏目から三原ラーメン、この間15年ぶりに食べてきた。味が全然変わってなくて美味しいんだね、ここね。行かないといけないね、ちょっとね。あっち方面ちょっとあんまり地理が詳しくないんであれなんですけど、ちょっと行ってみようと思います。ありがとうございます。なんか昔は空いてる方が珍しかったらしいんですけど。そうなの。はい、夜8時から深夜1時過ぎ2時前くらいまで最近よくやってるよって。2時ぐらいまで。じゃあ今から言っても間に合うってことじゃん。今から。いや、ごめんごめん、私はダイエット宣言してるんで、もう夜中のラーメンは食べません。もう昼とか早めの夜に食べたいと思います。12時以降食べないってさっき宣言してましたよね。はい、本当にね、ちょっとやばいんですよ、うん、この食欲は本当に、ね、止まらないですからね。でそしてなんかお菓子の袋こっち私たちの方に向けられるんでね、また手が伸びちゃうっていうね。さあ、そういうわけで時刻の方はもう12時近くになってまいりまして、はい、それではですね、これ好き広島のクーポン券プレゼントでございます。蒸し茶や自然の中でナチュラルフード、15,000円分のお食事券。これはですね、せいろ蒸ししゃぶスペシャルコースプラス2時間飲み放題のクーポン券をペアでプレゼントでございます。やばい。当選者はパキラ。おめでとうございます。アキラおめでとうございます。
すごいですよこれ、ほんとこれいいよ。ちょっとパキラ一緒に行こうよ、俺と2時間飲み放題。私も行きたい。ぐでんぐでんになろうよ2人で。ほんとそう、飲み放題だもんね。ねえ、うん、おめでとうございます。あっという間に1時間が過ぎた感じでございますけども、今日も皆さん、99人ですね、はい、最後はね、ありがとうございました。チュッタデザイン腹ペコリ、わかるね、ここ我慢しないといけないんだよね、痩せようと思ったらね、そうそう、本当にね、この12時超えてからがね、番組終わった瞬間が辛いです。ねえ、わらもね、応援してあげてね、また教えてね、情報があったら、ね、はい、お願いします。今日はちょっとあの仮歌というかデモテープが来ましてですね、本当に嬉しいございまして、本当に秀樹と小一さんありがとうございました。ありがとうございます。歌詞は近日中にまた次生を通じてお送りさせていただきますので、はい、待っていていただければと思います。よろしくお願いします。どうも今日は本当に皆さんお付き合いいただきましてありがとうございました。また来週の火曜日夜11時になったらやりますんで、聞いていただきたいと思います。というわけでお相手は一文字あたろうと田村さゆみでした。ついつい生出し広島ラジオ、この番組はユーストで広島が世界とインタラクション、広島市西区大柴バルコムユーストスタジオからお送りしました。